何よりも一番の特効薬というのは勝つことですから、はい、まあ、そういう意味においてはこの彼らはあの、まあ、攻撃的なサッカーをこう志向してますので、まあ、パリ世代でもありますが、田中さんたち山田慎から左サイド、マルシーニョ、佐々木もすごい勢いで上がってくる、山内がニアに行っている、そこはスルーして山田だ、山田慎のシュート、ナイス、そしてここも佐々木のシュートもナイスセーブです。その部分立ちはだかります。そして脇坂、脇坂カットインしてシュート強烈、ここもセーブ、3つ続けてのセーブになります。その部分です。これ3回シュートありますから1回ここで、その後もバクト、ポストです、ポストでした、失礼。この後ですね、すぐに奪い返して脇坂のミドル、少し下がって山内がもらう。さあ右サイドをファイルメスケルゲン、もうスルーをした山内、そしてゼヒカルドから縦に送っていく脇坂、ワンタッチ山内、グラウンダーのこれ面白い、山田コースを変える、もう一度突っ込んでいきました脇坂ですが、ここ耐えました。ソンボム君です。山内が斜めの動き、前線狙ってましたけれども、さあ池田から裏へのボール、さあ鈴木明人抜けるエリアの中入っていく、グラウンダーのボール、大南の対応です。まだある、遠目から狙っていった、ナイスキーパー、ここは鈴木優斗のシュートでした。山田慎也のボール、ヘッドで落として、ここに脇坂だ、脇坂右サイド見ていた、シュートはクロスバー、まだあります、マルシーニョ、ここは枠の外でした、惜しいシーンでした。ファイルメスケルケンの鈴木優斗のところですね。山内からスペースへ、ここに山田慎が走るが、さあ立ちがつく、2人がかりでいく、下はそして山田慎からファーサイド空いていた、かわして中、ファーサイドを使いました。山田慎から最後はマルシーニョ、先制は川崎フロンターレです。ついにこじ開けました。まあここ山田慎の、もう半分は山田慎のゴールって言っていいんじゃないですかね。やっぱり背後抜き出して1対2の状況ですよ、今後。でもしっかりあのボールをこうキープして出さない、握れるボールを、もうノーファールだと思いますけど、もう少しね、湘南の方はもっと早くあのここを抜き出した時にボールフォルトに対して山田に対してプレッシャーかけたかったですけど、まあマルシーニョなんかもうしっかりあのボックスの中、ゴールエリアの中まで踏み込めましたから、まあ本当にあの前線の選手が活躍してくれてましたね。ちらっと中見てね、数秒あったと思うんですけどね、はい、やはりあのこの次の2点目ということがキーだって分かってますので、うん、はい、まあ、逆に言ったらその2点目がこう取られる前にもう湘南も十分チャンスありますから、はい、さあ遠くシュート、ー田中聡のミドル炸裂、追いつきました湘南。まあ、2点目がというお話がありましたけども、川崎が2点目を取る前に湘南がのミドルです。これもすごいシュートですよ、これ ここがこのゴールをこじ開けたっていうシュートですね、うん、まあ、ラインが下がって鈴木優斗、池田が高い位置を取って、本当これプレッシャーがねちょっと弱かったですよね、ここはあの川崎とすると。ただ振りもコンパクトで当たってるんですね、少しね、あとボールが重い、なのでさすがのチョン・ソンギョンもやっぱりボール触っても。そしてここで長い笛、試合終了です。勝ち点3が欲しかったこの両クラブの神奈川ダービーでしたけれども、結局は勝ち点1を分け合った形になります。痛み分けです。